わけですよね。要はいかにコストカットしていけるかってことしか考えてないと。で、健常者の方々、例えば街角で障害者の方々がどうした、こうしたで証明をいただきたいっていう話になっても興味を示さないというのは非常に危険な状況なんですよ。というのは明日あなたも何かの障害を負うかもしれないということですよね。この会場を出た時に車引かれて何か障害を負うかもしれないよ。この先々、あと10年生きるかもしれない、20年生きるかもしれないという人生の中で、何かそういうことに見舞われるかもしれない。その時に、国は手を差し伸べない、もしくは光をほとんど当てないという状況になっていった場合、どうなりますかね。困りますよね。だからこそ支え合いで、税金を払いながら支え合うという社会を作ってるのに、本当に一番弱い立場に置かれている方々に、障害を持ってたりだとか、いろいろそういう弱い立場におられる方々に、人間としての尊厳を失わないような生き方ができるってことを、本当は国が与えなきゃいけないってことです。というか、国がやるべき仕事なんですよ、本当は。でもそこはどんどん削られていってるって。一番立場が弱いっていうか、一番弱い立場とされる人たちがそんな状況なんであれば、この国ってどういう方向に進むのかと。